幅狭くて、こうするとあるんだけど、もう開いてるとほぼ一重みたいな。え、目が違うね、やっぱり。レニア、久しぶり久しぶり。痩せたのかな、食べてるけどな。痩せたは痩せたけど、食べてるは食べてる。目が寝不足じゃないよ。私昨日12時過ぎぐらいに寝て、起きたのは7時半とか8時とか。いやでも結構ダラダラしてて、ちゃんと動き始めたのは9時ぐらいかもしれない。前髪切った？いや前髪切ってないけど、今日前髪もなんかもうダメダメで、だから切ってない。逆に長くってもう流すしかないみたいな。本当はこうこっちに持ってきたいんだけど、もうね、長くってね、収まりきらなくて、こっちをこう流してます。いつも雰囲気違う。ただなんか携帯が違うからかな。携帯いつも昔の携帯でやってるんだけど、この私の新しい11の携帯は広角レンズがついてて、顔がヒュッて、あのショールーム配信すると広角レンズにしてなくてもなんか普段より幅広く見えてる気がする。体調大丈夫？体調はもう大丈夫です。というか、まあ体調自体はずっと大丈夫だったんですけど、まあ一応そうですね、不安もあって、不安はずっとありましたね、気持ちの面で。久しぶりに間違えてスライドしちゃった。ちょっと今日さ、置いてなくって、携帯を置いてないから、ずっと手で持ってるからちょっと疲れる。いつもの部屋の隅っこじゃなくて、隅っこ、反対側の隅っこにいる。ちょっといつものやってる配信してるところにちょっと荷物がバンって置いてあって、これはできないなって思って、今日は手で持ってまーす。やっぱさ、広めに広角レンズみたいになってるから顔違うのかな。前髪がね、本当に邪魔くさい。もうさ、最近本当に暑くて、天気が悪くても暑くてもムシムシしてて、もう外出るともうベタつくし、嫌な感じです。プール行きたい、水に入りたい。いっぱい食べてほしい。いや、そう、難かず、あ、はい、私すごくグラビアやってから痩せすぎじゃないとか、ちゃんと食べてるって、ね、めっちゃでもないけど、まあ、ちょいちょい言われるんですけど、本当にめっちゃ食べてます。めっちゃ食べちゃダメだけど、めっちゃ食べて、でも量はグラビアが決まってからグラビアやるまでの間、ちょっとは、まあ、ダイエットというか、まあ、食事制限、ちょっとした食事制限、完全に食べないって やつはやってないんですけど、してて、それしてからなんか結構、まあ、夏の暑さで夏バテっていうのもあるけど、食事の量は減った気がする。1回の食事の量、あとすごいお腹すね、すかない、夏ってお腹すかないって、あの、私19歳になって初めて思った。なんか今まで夏バテで食欲なくなるっていうのが本当に分かんなかったんですけど、夏とか関係なし、春夏秋冬お腹すくし、いっぱい食べたいし食べたくなるしって思ってたけど、なんか本当に高校卒業してから、あの、なんだろう、体っていうか胃が大人になったのかわからないけど、本当に夏バテしてる感じはしないけど、食欲がなくなった。前より食べれなくなった。あのね、これは元からなんですけど、脂っこいものがもうね、胃もたれしちゃってダメなんですよね。なんかた、油、私辛いもの本当に苦手なんだけど、油のたっぷりついた脂っこいお肉となら、わさび結構がっつり食べれるようになった。
胃が小さくなったの。まあそうですね、グラビアでダイエットしてて、ちょっと食事制限してて胃袋が小さくなったプラス夏バテなのか分かんないけど、夏だから暑くて食欲湧かないプラスちょっと大人になった胃が、胃袋じゃなくて胃もたれする、本当に脂っこいお肉は。私さ、多分去年ぐらいまでそうだったけど、お寿司にわさびつける意味がわからないみたいな今まで人だったんですけど、そう聞いたことある人もいるかもしれないけど、私の口から前までお寿司にわさびをつける意味がわからない、だってお寿司わさびつけたらもうわさびの味じゃん、お寿司の味じゃないよって、めちゃくちゃ強気にわさび食べる人に向かって強気にすごいそう言ってたんですよ。もう本当にもったいない、損してるわさびつけるのはってぐらい言ってたのにさ、悲しい、悲しいっていうか悔しい、あんだけ言い切ってて自信あったのに、最近なんか脂っこい系の、脂っこい系、大トロとか中トロとかちょっと脂身の乗ったやつにはわさび欲しいなって思ってきた。悔しい、認めたくないけど、わさびないと辛い時もある、脂っこいものはいや大人になったのか、うーん、なんか嬉しくはない、悲しくもないけど、なんか悔しい、ちょっと負けず嫌いだから私絶対絶対わさびつける日来ないと思ってた。お寿司自体はめちゃくちゃ大好きなんですけど、でも食べなかつけなくても美味しいよね。なんかお腹いっぱいの時に最後に中トロ食べるとかなった時はもうきつい。大人になるってこういうことか味覚が、大人な味覚に進化したの。そうなの、食べるもの自体は私結構ね、おませさんだった。もう中学生の頃からウニ好きだったし、イクラも好きだし、食べるものは結構大人なんですよ。好きなもの白子とかさ、子供で白子好きなのあんまり聞かなくない？嫌いなもの食べてみたら、確かにこれを気に入ってるか、大人になったってことは味覚が、今まであんまり苦手だった、苦手で食べてこなかったものも食べれるようになってるかもしれん、しれん、しれない。なんだろう、オリーブとか、ブラック、ブラックコーヒーはこれちょっとまたわさびみたいな感じになっちゃうけど、昔の私のわさび理論になっちゃうけど、ブラックコーヒーは本当に分かんない、絶対飲まない絶対ブラックコーヒー飲む気は、飲む日来ないです、私の中には、私の人生に。ね、ブラックコーヒーは匂いがあんまり好きじゃない。なんかね、コーヒー牛乳は好き、コーヒーと牛乳を合わせるやつ、ブラックのコーヒーと牛乳でも、コーヒーは本当に私は飲まないと思います。コーヒー自体の代わりは別にいいんだけど、コーヒー飲んだ後の口がちょっと、コーヒーってすごいコーヒー臭くなるじゃないですか、それが嫌なんですよね。私は飲みませんあと数年経てば変わるかもよ。いや、これはわさびとは違う、コーヒーは飲まなくても全然いらないコーヒーってなんだっけ、眠気を覚ます作用があるんだっけ。コーヒーとか、てか私飲み物自体よく言うんですけど、お水ばっかなんですよ。ジュースはあまり飲まないんですよね。だからコーヒーはもうジュースとかでもなく、もう得体の知れない飲み物です、私の中で。こんにちは、元気でしたか。元気でしたよ。
元気ですか？そういえば皆さんはそういえば皆さんは元気ですか？今はお仕事お休みの人が多いのかな。ビールはどうかね。ビールは元気ようだって。心配したんだからありがとう。心配してくれて、みんな心配してくれててありがとうございます。夏バテ中、夏休みです。わーいいね夏休み。でも今のさ、学生かわかんないけど、ちょっとあれどこのコメントだ。でも今年のさ、学生の話になるけど、今年みんな学校始まるのが遅かったか、夏休みその分短いんでしょう。みんなかわいそうすぎる。夏休みなんて一番嬉しい休みじゃん。夏休みのために前期の授業頑張るみたいなもんじゃん。だってそれが夏休み短くなるなんて。私はもう学生卒業して何もない、あの学校とかないから常に夏休みなんですけど。9連休、もう明日まで9連休か。え、お盆休みだよね今。12日とかから、12、13、14、15、16、17、18、いつから休みだったの。めっちゃ9連休って最高だね。れいちゃんかわいい、ありがとうございます。でも今日漏れてない日だから、もっと漏れてる日に見て可愛いって言ってほしい。今日目のね、二重幅がね狭いんです。え、なんか変になっちゃった。ちょっと一回泣いた方がいいのかな。泣いてぷくって腫れた時に、腫れてからちょっと収まってきたぐらいの二重が一番いい。なんか私なんだっけ、アベマ TV さんのあの またあなたと一緒に歩きたいの特番の時がすごく漏れてた思いませんでした。あのアベマさんのいつだっけな、2週間ぐらい前かな。あの時ちょうど泣いて目が腫れてて、二重幅が変な感じ、やだって言ってたんだけど、メイクしたら意外とそれがいい感じで漏れてたんですそうかも。おー、ほらほらほら、分かってる人もいる。いつも可愛いからな。いやいやいや、でもまあ自分だけだよね、こんな気にしちゃうの。すごい思う、それは。人にさ、人に見られてたらさ、あの人から見たら意外とさ、自分がめっちゃ気にしてることでも全然気にしてないし、誰も気にしてないし、見てもいないってことたくさんあると思う。それでもやっぱり気にしちゃうよね、自分の中では。ねえ、今日ね、なんか話したいことあったんだけどね、忘れちゃった。なんかね、言いたいことあったんだよな、なんだっけ。私いつもこうなんです、思い出せない。なんだろう、思い出せない。最近映画は、最近はあのず家にいる期間にチャーリーとチョコレート工場を見直しました。私あれ大好きで、本当に大好きな映画で、結構もう多分5回ぐらい見てて、それ以上ぶりに見たんですけど、もう何回見ても面白い。あのね、ジョニー・デップさんが出てる映画基本面白い。ミリオン館あゆ太郎が出てるやつだってさ、ちょっとおもろいやでもいやでもこれあゆ太郎自分で言ってるから大丈夫だよね。自分でも似てるって言ってたよね、あれ違うっけ。でも見てて、
なんだっけ、ちっちゃい人間、待ってか思い出したい、ウィリオンカはチャーリー、あのジョニーデップさんで、なんだっけ、あ、思い出したくて今コメント見てない、あのちっちゃいおじさん、絶対思い出せる、ここまで来てる、ここまで来てる、なんだなんだみたいな、ウンパルンパ、すごい、なんだなんだで出てきた、ウンパルン、ウンパルン、ウンパルンパ、ウンパルンパ、わかります、あれがあゆ太郎に似てるっていう、でも本人とも話したことあるから、あの別にいじりではないんですけど、まあ見てる、まあ久しぶりに見た時も、まあ、ちょっと似てるなって思っちゃった。ウンパールンパ。特にどんなジャンルの映画が好きな？なんだろう、でもそのファンタジー絶対にありえないような映画の中でしか描けないだろうみたいなのは、うん、普通に小さい頃からみんな好きだよね、それは、そういう映画は。なんかそういう映画ってさ、なんかずっと見てられる、ファンタジー系。ホラーはまあ好きだけど、なんかホラー見るなら本当に怖いホラーがいい。最近なんかね、怖くないんだよね、お化けが。もともとホラー映画は全然大丈夫なんですけど、なんか怖いホラー映画が見つからない、めちゃくちゃ怖くて、怖いホラー映画なんか全然見れちゃうから、なんか楽しくない。最近見たっけな、ほら、あと最近昔、結構昔のルームメイト、あの深田恭子さんと北川景子さんが出てるやつを見ました。それもめちゃくちゃ面白かった。面白いから見てほしい、ルームメイト。もう最後が衝撃すぎた、え、そういうことだったのみたいな、私が見てたものは全部こういうことだったのかって、もう最後の最後でこうひっくり返されるですよ。ちょっとネタバレになるからあんま言えないけど、見てほしい、ルームメイト。お、見たって人いる。貞子、佳代子、なんて読むんだろう、見たことある気がする。メロディックスの話してって来てた。メロディックス皆さん見てくださいましたか？東京、あのテレビ東京の方での放送だったんで見れない方も結構いたのかなって思うんですけど、みんな見てくれたかな。メロディックスはそう、今回あの16人で出演させていただいたんですけど、そう、あのスタジオの関係もあって16人ということだったんですけど、そう、30人での披露がまだできてないのがちょっとあれなんですけど、初めて振り付けを地上波で世に出すことができたというか、見てもらえたんですけど、どうでしたか振り付け。すっごくね、すっごく可愛い、 NGT の振り付け史上一番可愛い振り付け。 TVer で見てる、あ、それでも見れるんだ。そういえばね、サビの振り付けは結構もう皆さん多分ミュージックビデオをめちゃくちゃ見てくれたと思うので、見てくれましたよね、見てくれたと思うので、サビはもう多分みんなね、今見てる人全員踊れるぐらい のレベルだと思うんですけど、愛しさはしゃべ、こう手首をこうくるってしてブリブリって踊るやつ。時の振りもう一部あるよ、なんで知ってるの。アウトロ、イントロとアウトロにこうパサパサパサっていう振りがあるんですけど、それは時をイメージしてるって先生が言ってました。あとね、意外とね、自分でメールで言ったら気づいてない人がいたのが、この
サビのテレレレッテンテテテテテテって入るところのテレレレッテンで N ポーズしてるの、あの NGT の NGT ポーズしてるの、あの結構気づいてない人いて、ちょっと両手じゃないからできない、こっちがこうでこっちがこうで、まあ、N でしょ、で G はその N の状態のままこう書いてこう書いて G で、 T はピーンって手を伸ばして NGT、 愛しさはって入る。結構そこはねよく見て止めてみなきゃわからないかも。クリエイトボーイズさん、ボーイクリエイトボーイさんで、そうなんですよ、クリエイトボーイさんが振り付けしてくださいました。あの絶望の後でもクリエイトボーイさんが振り付けしてくれたんですけど、それも早く披露したい。結構もうシャーベットピンクとはもう裏腹にもうかっこよいっていうかもう激しいダンスなんですよ。これも今までにないダンスかも。シャーベットピンクも今までにないくらい可愛いダンスで、絶望の後ではもう今までにないくらいの激しさ、激しいダンス。 MV では結構絶望の後でのダンスあんまり伝わらなかったかもしれないですけど、これは本当に生で披露したいです。早くね、ライブで見たいって。そう、ライブで見てほしい。いやでもライブで見てほしいのはシャーベットピンク、本当に見てほしいっていうか、コールを聞きながら踊りたい。本当にもう想像しただけで楽しい。シャーベットピンクをみんなの前で披露してコール聞いて、すごいコールしやすい曲だなって思うし、夏曲ってやっぱ盛り上がるじゃないですか。コールしたいですって、コールしてほしいです。タタ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 タ、あちょっと歌いながらコールは難かった。ダイバー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 、これ未だに言えない。よっしゃ行くぞー、あーよっしゃ行くぞー、タイガーファイヤーダイバーダイバーハイバーバイバー、じゃあなぜ季節は気づかないうちに変わってるのかな。惜しい？よ、あーよっしゃ行くぞー、タイガーファイヤーサイバーファイバーパイ、ファイバーパイ、パワーないな絶対、パワーない、バイ、バイバーハイバーサイバー、ちょっとごめんなさい、メンバーなのに覚えてなくて、いやメンバーはコールする側ではないのでちょっとこれは覚えなくてもいいですかね。よくさみんな覚えてるよね、劇場に来てる人はみんなさ覚えてから来てるのかな。黄金センターか最高階で覚えるかしか、確かにそうだよね、 HKT さんとかさ最高階でさ、あの楽曲としてもう覚えなきゃだから絶対みんな覚えてるもんね。いや HKT の最高階はもう本当にやってみたい曲、あれ本当にライブで盛り上がる曲だよね。 HKT の中で一番盛り上がりの面で好きな曲。そう、花ちゃんセンターだしね、花ちゃん、花ちゃん大好きだから私。君って最高だよ、oh yeah yeah、メンバーが完璧だとおもろい、確かに。でもリカとか完璧に言えそう、ミュウミュウとかも劇場来てたっていうから言えるのかな。いやでもみゆみゆは劇場来てもうわーってコール騒ぐタイプではないですね、多分
推しを見守る、黙って見つめて見守るタイプな気がする。みゆちゃん言えてた、え、マジ？じゃあ言える方のあのファンの方だったんですね。でもファンの方でも言えない人も多分きっといるよね。全然、いやでもファンの方にはやっぱ覚えてほしいな。自分覚えてないくせに。みゆみゆ言えてるんだ、覚えたい。私も教えて、みんな。まず一発目が分かんない。さい、よっしゃ、あーよっしゃ行くぞー。タイヤ、タイガータイガーじゃないの最初。タイヤーだっけ、ファイバーだっけ、タイガーだよね。タイガーサイバーは合ってるでしょ。タイガーサイバータイバー、タイガー、あ、タイガーファイヤーサイバー。もう全部言って、タイガーファイヤーサイバーバイバータイバーバイバー、じゃあじゃあトラヒー人造ヒーカテソフィジョージョーみたいな、感染陶器上場タイバーな、だって待って、タイガーファイヤーサイバー、タイガーファイヤーサイバーバイバーダイバー、タイガーファイヤーサイバーファイヤー、え、ファイヤーに書いてるよ。タイガーファイヤーサイバーファイバーバイバーダイバー、じゃあじゃあオッケー、適当に言ってもバレない。確かに絶対適当に言ってる人いるわ。タイバーって何よ、いやタイバーって何よって言うけど、ダイバーも何よ、もう全部わからんよ。言ったらタイガーファイヤーサイバーファイヤーバイバーダイバー、じゃあ。なぜ季節は気づかないうちに変わってるのかな、つるじゃんじゃんじゃん、街の景色もタイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、あ、ファイバーか。タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバー、じゃーじゃー。あ、トラからも来た。トラ、ヒー、ジンゾ、イジ、カ、アマ、シン、ドウ、カセ、トビ、ジョウ、ジョウ、え、ちょっと待って、音程、リズムおかしくない？じゃーじゃー。トラ、ヒー、ジンゾ、イジ、イジ、何これ、なんていうの、いやもうどんどん来る。チャペ、アペ、カラ、キナ、ララ、トゥスケ、ミョウ、ホン、トゥスケ、面白い。何言ってんのこれ、翻訳して。なんでこれみんな覚えてんの、自然に覚えたの、それとも覚えようとして覚えたの、何回も練習して。タイガー、ファイヤー、サイバーファイバータイ、ダイバー、バイバー、ジャージャー、トラ、ヒー、ジンゾ、センイ、アマ、シンド、カンセン、トウキ、カンセン、トウビ、ジョウ、カンセン、カンセン、トウビ、カセ、カセ、トウビ、ジョウ、ジョウ、カセ、トウビ、ジョウ、キョウ、トラ、ヒー、セン、センイ、あれ？トラ、トラ、ヒー、ジンゾ、イジ、アマ、シンド、イジ、あ？待って、もう。分かんなくなってきた。ずっとずっとコールしてんだけど。みんなすごい本当に。あ、繊維ね、あ、繊維をいじってんでたのか私。いじに見えない。トラヒー人情繊維か、あんま振動感染飛び状況、これ本当に何なんだろう。いや、繊維と維持は似とるやん。これはちょっと見間違いってことで。いや、読めるよ。読めるけど見間違いってことで。繊維はおもろい。今来た、どうしたりなちゃん。いや、確かに今、さっき、今来た人はちょっと。何をの呪文を唱えてるんだって、何の呪文を唱えてるんだってなるね。繊維か。チャペ、アペ、カラ、キナ、ララ、トゥスケ、ミョウ、ホン、トゥスケ、トゥスケ、待って待って、マジレスきた。繊維、維持、
似とるか。ちょっと待ってね、並べてみると、似てるっていうか、まあ一時同じってだけ。ミックスは難しい、ミックスは難しい、覚えられない。本当にみんなをね今尊敬した、すごい。ミックス言ってみて。アイヌ語、アイヌ語はいけてる、アイヌ語なん、なんえ英語、日本語、アイヌ語なんだ。そうなの。いや日本語って何、あ繊維とかのやつが日本語か。日本語にしてもさ、どういう並べ方、単語バンバン言ってるの。トラヒのやつが日本語なのか。意味は全然わからない。腎臓、繊維、甘、甘って甘さん、振動はわかる。河川、河川、飛び、状況はわからん。まあまあわかんなくていいか。こんな意味まで考えて言ってる人いないよね。あれ我々に任せてください。あ、そうですね、まあ、任せます。私はちょっとみんなを、みんなすごいなって尊敬しながら聞いてます、聞いて歌って踊ってますので、皆さんぜひコールよろしくお願いします。披露する際には踊る方がすごいから。そうだね、踊る方、でもさ、でもさというか全然でもさでもないけど、最近本当に踊ってなくて、踊ってなくてというか公演をしてない、ライブもしてない、なんかファンの方にパフォーマンスを見せるっていうことをしてないから、なんか本当になんか体がおかしくなりそう。家で踊ったりはするんですよ、たまに鏡の前に立って急に踊り出すっていうのは全然あるんですけど、やっぱ見てもらって踊るのは全然違うから、コールをもらいながらね。だから早く劇場公演再開してるし、ね、最初は8月上旬中旬から再開の予定だったんですけど、今延期になって、でいつになるかはまだ発表されてない状態ですよね。でもどうなんだろう、9月にできるのかな、9月にできやりたいという気持ちはあるけど、それはまあメンバーもファンの方もスタッフさんも運営も多分そうだと思うんですけど、まあその時の状況次第ですかね。後ろの方も見えてますよって言ってほしい。後ろの方も見えてますよ、後ろ公園でってことだよね、劇場公園で。あのね、後ろの方もちゃんと見えてるの。でも前の人はまあ当然さ見えるんだけど、後ろの人は見えないタイミングがあるの、一瞬時々。それがなんか照明が一番明るいライトになった時、パッて、その時ファンの方がスモークかな、ライトのスモークか分かんないけど、一瞬顔が見えない時がある。そういう時はあるけど、でも基本見えてます、奥まで。柱に隠れてますけど、柱に隠れてる人はそうですね、真ん中、柱より真ん中にいるメンバーからはほぼ見えてないかもしれないけど、でも公園はね、いろんなところに行くから、上下も花道にも行ったりするから、そういう時にちゃんと見てますよ、柱の上裏に誰がいるのかなって。柱の裏ってなるとそうですね、死角が多いですね、メンバーから見たら。ビンゴ運良くないです。でもそういう人本当にいるよね、そういう人って本当にそうなの、なんか毎回のように柱の後ろにいたり、毎回のように同じ席だったり、なんか面白いくらい
またここだったみたいな人結構いる。定位置、まあ自分から選んで定位置に行く人もいるだろうけど、私のファンの方はあのね、どっちもいるんだけど、あれかな、柱が好きな人、待って柱柱のとこ好きな人いないわ、立ち見が好きな人が多いかもしれない。なんか結構ね、でも夢品になってからは割となんかいろんな位置に本当に行くから、まんべんなく、まあまんべんなくでもないけど、まあ全部の位置に行くからいろんな方向にファンの方がいることが多いけど、公演によっては例には上手が多いから上手みたいなあったけど、夢品はどこにいても多分見えはすると思う。一番どこに多くいる行くんだろう。柱歌、柱が好きな人いるの、柱裏わざわざなんでメンバーから見られたくないの。でも柱の裏の人はそれ、その分 LED、 あれがしっかり見える DMM の映像柱、おそら柱裏の映像を見る。上手の方じゃ、上手の方かな。ちょっと待って、思い返していい？夢しない今踊れるのかな私たまにサビだけとか踊ったりするけど、がっつり全部は全然踊ってないから。レッツゲット、あーでも上手の方が多いのかな。コンフェッションがさ、あれだよね、ユニットがコンフェッションの、私ユニットコンフェッションなんですけど、コンフェッションのユニットって本当に定位置から動かないんですよ。移動とかないから、それがちょっともったいないね。いろんなね、角度にいろんな上手の方にも締め手の方にもかっこいい姿見せたいんですけど、コンフェッションはどうしてもね、真ん中が一番見やすいし、端っこはほぼ見れない気がする。 DMM の映像でしか、あ、感想でちょっと広がるけど、そうだから やっぱ中央にいてほしいな。ユニット見てほしいもんだって。やっぱりユニット少人数でさ、ずっとね見てられるから、推しメンのことを。やっぱ私のファンの方真ん中ですね、コンフェッション見るために。全体見えるってなったら真ん中のど真ん中か、真ん中の立ち見。でもね、端っこの立ち見が好きで、いつも端っこの立ち見、上手か下手の立ち見って人もいるし、まあ人それぞれですね。結局一番は最前度線、ああそういう方もいるし、最前は絶対嫌だって人もいる。絶対っていうか恥ずかしい、どこ見ればいいかわからないみたいな。でもメンバーからしたら最前は、あ、でもメンバーからしてもちょっと恥ずかしいかも、最前に自分のファンがいたら。でもレスとかも多分送りやすいし、見つけやすいし、すぐに早い段階で。前は見つかんないわけがない。多分出た瞬間見つけられる。でもさ、グッズとかペンライトがあれば基本すぐパッて見たらわかる。でもペンライトでもマリナのペンライトと間違えたり、他のメンバーのペンライトのカラーと間違えたりする。マリナ間違えやすいかも。なんか紫とピンクがめっちゃ薄くて白に見えるみたいな。マリナ紫と白なんだけど、あ、ピンクなんだけど、私は紫と白なんです。すっごい寒くなってきた急に。また寒すぎる。ちょっとエアコン緩めろ。え、これカメラどこ、あ、ここか。エアコンのリモコンを取ってます。25度、もう29度でいい。つけてる意味がないくらい。
はい、ただいま。マリナはさ、しかもさ、マリナはさ、あれ、レイナ、マリナと歌わり一緒のことが多いんですけど、私レイナ、マリナで語呂はなんか一緒なんですよ。語呂っていうの、母音っていうの、なんていうの、分かんない。マリナ、レイナって口は一緒なんですよ。だからマリナ、レイナってなんかほぼ一緒に聞こえるんですよ。だから結構ね、2人だけの振り、歌いの時とか片方だけのメンバーの音がコールが大きかったりすると、あー今日コールこっちの方が大きいなとかちょっと気にしちゃったりするんですよ。でもマリナの場合、マリナの方が多分大きいとは思うんですけど、コール普通に考えて。でもレイナとも聞こえるから全然気にしない、そこは。レイナって言ってるって思って聞いてます。でも明らかに2人だけの歌ありで全然名前が違う、レイナ、アオちゃんとかだったら、あ、このメンバーの声の方が大きいって。そんなめっちゃあーって気にするわけじゃないけど、落ち込むほどではないけど、やっぱ考えちゃう、あって一瞬あってなる。レイナ、マリナはもうほぼ一緒だから、マリナってコールしてる人は私にも届いてると思って大丈夫です。やっぱ思っちゃうんだな。いや、そんなね、落ち込んでるわけじゃないよ。もう家に帰って、あ、今日誰々のコールの方が大きかったなって、もうダメだみたいな、そんなならないですよ、さすがに。そんなには落ち込まないけど、ちょっとあってなる。こういうのすごい声量の一人で雰囲気変わったりする。待って、それあるあるすぎるんだけど、ファンの方が言ってると自分で言ってるとおもろい。確かに数が少なくても前の方に自分の推しが固まってたり、前の方にすごい大きい声の人がいたりすると、その人の声がすごい入ってくるから、自然に自分のコールが大きく聞こえちゃう現象。もっと頑張ってコールします。はい、よろしくお願いします。ありがとう。数より質、そうです、気持ちが大事だから。数は関係ない、推しが自分のその日の声に自分の推し祭が1本しかなかったとしても関係ない。コールしてくれるその一人の気持ちが大きければ嬉しいし、そうですね、数より質です。声大きくないから不安になること、いやでも自分ちゃんと届いてますコールは。一人一人の声、あ、この人の声、この人の声っていうのはさすがに一気になってるから分からないけど、コールしてくれてるのは分かるし、自分の誰とかの時に自分の推し祭の方に目行ったりするんですけど、その方向を見て、あ、コールしてくれてるって思ったりするってことは、結局は気にしてるんじゃんって感じだけど、コール29度は暑かった、27度にした。もうさ、エアコン本当にめちゃくちゃ無駄な使い方してる。寒くなって消して、暑くなってつけてって、すごい無駄な使い方してると思う。つけたり消したり、アイドルの本能的なところなのかな。そうだね、まあ気にしてるっていうか、まあちゃんと自分をなんていうの、客観的に見ることはやっぱ大事なことだと思うから、大事、みんな同じだと思う、思ってることは。て
けたり消したり電気代高くなる。知ってるよ、私だって。でも本当に暑いし本当に寒いの。27度今は。自動風光をさ一番上にしたらいいのか。寒い時は。れいちゃん痩せたって。また来た。れいちゃん痩せたでもみんな痩せたって言ってくれるから多分痩せた。メンバーもね痩せたって言ってくれるから、痩せたけど食べてるちゃんと。でも私どんなに痩せても顔の輪郭ってやっぱり生まれ持ったものだから変えられないじゃないですか。それが悲しい。もう骨だからさ、骨を削らない限り輪郭って変わらないからさ。でも私自分の体のパーツで一番嫌だっていうかちょっと気にしてるところが顔の輪郭なんですよ。このエラが。お肉もそうだけど、ほらお肉。シャープになったと思うけど本当？まあ確かに前よりはそうかも。肉がちょっとだけ落ちて、でもやっぱもうねエラがね本当に。この前昨日か、あの幼少期の頃の保育園の頃の写真を載せたんですけど、久しぶりにあの見たんですけど、もう本当にその頃から顔面影もあったし、顔も全然変わってない、あんまり変わってないっていうのもあるけど、もう輪郭が変わってなさすぎて悲しくなった。私はやっぱ輪郭ってどう頑張っても生まれ持ったもので変えられないんだなって思って悲しくなった。可愛かったやつめちゃくちゃ可愛かった。いやあれは確かにちょっと可愛かったかもしれない。なんかすっごい優しそうな顔しなかった？この子絶対優しくてふわふわしてるっていう写真の顔だった。全然ふわふわしてないけど、そんな雰囲気出てなかった実際全然ふわふわはしてなかったです。あのね、でもすごい今よりは気が弱い感じで、なんか自分の意志も弱いし、人にやられな言われなきゃなんか何も自分で考えて行動できないしっていう。しかも私あの保育園、結構私ずっと小さい子栃木に住んでたから、引っ越してあの埼玉に引っ越してきて途中から入った保育園だったんですよ。だから結構友達もみんなもう最初からグループっていうか仲良しグループみたいなできちゃってて、あんまり最初友達っていうかあんまりガツガツ行くことができなかったんですけど、 それですごい、なんだろう、あの自分の意見が言えない子だった。今はすごく自分の意見をしっかり言える子になったと思う。気が強くなった。いい意味でも悪い意味でも。そう、栃木にいたんだよ、レイナ。栃木っぺ、田舎っぺだった。栃木って雪国だからすごい寒いから、ほっぺが真っ赤になる現象があるんですよ、雪のせいで。それがもうよくさ田舎っぺみたいなさ言わない？ほっぺが赤い子、自然に赤い子。私小さい頃本当にほっぺ赤くって真っ赤で、これ大人になっても消えないじゃないかってね親が心配してたんですけど、あの埼玉に戻ってきて無事にというか、まあ普通に消えました。何年ぐらいいたんだろう栃木。3、4年いたのかな。そう、あんまり言ってないけど、もう0歳から栃木にいました。もう栃木で育った私。埼玉出身だけど栃木育ち。まあ保育園で来たから、まあ、埼玉歴の方が長いから、まあ、埼玉育ちか。そう、実はなんです、これ結構メンバーも知らなくて、
あんまり知られてないファンの方にも。栃木のあの日光江戸村の近くに住んでて、もうね日光が江戸村がもうお庭みたいな感じ、もう遊び場日光江戸村みたいな、すっごいねなんかお嬢みたいだった気がする。今考えれば江戸村がさ、あの遊び場ってやばくない？あのちょんまげってわかります？江戸村のキャラクター、あれがねすごくね覚えてる、あれが可愛かったの。そうめっちゃ近かった、しょっちゅう行ってた。今でもねなんとなく覚えてる。にゃんまげ、ここにちょんまげついてて白黒のゴマみたいな顔してる。絶対ゴマイメージじゃないけど、黒ゴマみたいな。にゃんまげじゃないっけ？え、さっきなんて言った？私にゃんまげってちょんまげって言った？なんて言った？え、なんて言った？星になってる。え、星曲げ。ちょっと待って、全然思い出せない。今にゃん曲げ以外にゃん、なんて言った？ちょん曲げって言ってた？にゃん曲げ。あ、え、嘘、ちょん曲げって言ってた？ちょん曲げってただのちょん曲げやんちょん曲げはちょん曲げやん、このここ結ぶやつ。え、全然あの自分でも覚えてない。多分脳と言葉が、脳で考えたことがここまでちょっといかなかった。多分通じなかった、伝達しなかったなんでチョンが星なんだよ全然覚えてない、怖。にゃんまげって言ったつもりだった。なんか最近そういうこと多い。最近ってかもうずっとなんだけど、こう言ってたつもりが全然違うこと言ってて、え、言ったと思ってたんだけどみたいな。ちょっと良くないですね。でも直しようもない、これは本当に無意識だから。星になるワード多すぎて。わかる、それそれな、なんでそこ欲しいみたいな。もうえ、もう6時55分だ。うん、5時55分だ。今日はあの6時まで1時間の配信の予定なので、あと5分で終了したいと思います。あと5分です。あっという間。そしてやっぱり目が、二重幅が狭い。これぐらいがいい。え、こんな、これぐらいじゃなかったっけ実際。こんなんじゃないか、顔が違う。早い、早いね1時間。この前あの久しぶりに配信して40分ぐらいやってめっちゃ早かったけど、なんか今日それより早く感じる1時間なのに。最後にスクショタイムだって。確かにスクショタイム私結構さやらないよね。え、でも今日漏れてないからさ、どうする？やめるスクショタイム。漏れる角度を探すんだ。ちょっとね、立ってみよう、光に近いところ。あ、ちょっとどう、良くなった？あと前髪がね、前髪こっちの方がさいい、流してるより。でも長くて目に入る。で、前髪あった方が可愛いかも。やっぱ前髪流してるから顔違ったのかな。でもちょっと隙間がうまく埋まらん。流してくださいだって。はい、もういいや、こっちの方がまとまる。スクショタイム。にゃーにゃんポーズ。あ、にゃーにゃんポーズで思い出した。今日の服、アイニャーのにゃんにゃんに、にゃんにゃん払ってアイニャーにもらった服です。あのね、アイニャーにねめっちゃ服もらってるんだよね私。何着、6着ぐらい最近アイニャーの服をね着回してる。アイニャー服いっぱい持ってるからね、
ちょうだいって言ったらくれた。服ないのって言って、レイナ服ないっていうか買わないんだけどね、愛のねめっちゃ服買ってるから、そう服が有り余ってるっていうからちょっともらっちゃいました。レイナならいっぱい着てくれそうだからって言ってくれた。いっぱい着てねって言って、あとどうしよう、なんかポーズのレパートリーなさすぎる。私本当にアイドルかな。はい、ウィンクはねできない。ウィンクはもうね雰囲気一瞬しかできない。止まっちゃうともう こうなっちゃうから。できないできない、やめよう。キュンポケットからキュンです。あ、キュンポーズ。よし、いい感じじゃない。電気に近づいたら まだよかった、漏れた。あ、というかだんだんさ外が暗くなって、カーテンの前でやったんだけど外が暗くなってきたから電気の光がちゃんと当たってくれてるっていうのもある。やっぱ光って大事よね。キュンキュンキュンです。キュンが半目あった。いや、じゃあその半目は使わないでください。いや、たまにさそのスクショをツイッターに載せてくれるの嬉しくて、本当にあのショールームの後すぐエゴさせてね、みんなが載せてくれてるかなって見るんですけど、その載ってるの嬉しいんだけど、たまにめっちゃブサイクなやつが、ちょっとなんでこれ使ったってちょっと思うやつが あったりするから、半目はちょっとやめてください。いや本当にたまにあるの。多分悪意あってやってるわけじゃないの、全然何も考えずに普通に多分自分の中ではいいなって思って載せたのかもしれないけど、漏れたいなってのがたまにあるから、半目はやめてください。振りではありません、半目 NG ということで、6時まであと20秒でございますって電波時計が言ってます。私んちの電波時計が、もう6時になってるな、6時1分まで20秒だ、もう6時になってた。ということで皆さん今日は終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ、また配信するからまた見に来てね。ありがとうございます。おやすみ、バイバーイ。じゃあバイバーイ、ありがとう。あ